付属池田小事件。付属池田小事件は、2001年、平成13年6月8日に、大阪府池田市の、大阪教育大学付属池田小学校で、発生した、小学生無差別殺傷事件である。本事件の犯人、拓馬守元死刑囚は、以降、拓官と呼称する。拓馬は1963年11月23日に、生まれた。 幼少時代の宅管はたびたび問題行動を起こし、3歳の時点で三輪車で国道の中央を走って渋滞させたり、小学校では自分より強い児童にはいじめられていたが、自分より弱い児童に対しては徹底的にいじめるなどした。すなわち、いじめられっ子であると同時に、いじめっ子でもあった。また乱暴者で、小学校時代のあだ名は、ゴンタであり、猫等の動物を、 新聞紙に包んで火をつけて殺害したこともあった。中学入学後も弱い物いじめは継続して行っており、本人が事件後鑑定医に語ったところによれば、好意を抱いていた女子生徒の弁当に精液をかけたこともあるという。小学生の頃から自衛隊に強い関心を持っており、将来は自衛隊入るぞと大声で叫んだり、一人で軍歌を大声で歌っていたこともあり、 高校生になっても、周囲の同級生に、俺は自衛隊入るからお前らとはあと少しの付き合いや、と発言していたこともあったという。また、高校時代に、定額処分を受けた際、反省文にも、自衛隊は内心書一切関係なしの一発勝負、等と,と綴っていたこともあった。拓馬は幼い頃から、高学歴、高収入のエリートに対する屈折した文字、嫉妬を抱いていた。 天ヶ崎市内の工業高校を2年で中退した後、定時制高校に編入学するもすぐ退学し、数ヶ月間、ガソリンスタンドでのアルバイトを経て1981年末、18歳の時航空自衛隊に入隊したが1983年1月に1年で除退させられている。除退の理由について、官邸書は家出した少女を下宿させ、 交渉ししたたために懲罰を受けたと記述している。除隊後、拓馬は、運送会社やトラック運転手、引っ越し業者等十数社転職を繰り返していたが、いずれも数週間から半年以内で辞職しており、精神的に荒れ、家族に暴力を振るったり、障害、暴行などに走り、また高速道路を逆走するなど飛行を行うようになっていった。1984年、 マンション管理会社に勤務していた時には、家賃の集金と称して、女性の部に上がり込んで、合姦事件を起こしている。事件後、拓場は母親を伴い精神科を受診、入院するが、入院中に5階から飛び降りて、重傷を負う。この出来事の後、統合失調症の診断を下されている。また、後に母親に宛てた手紙によれば、入院したのは、警察から、 強姦事件で追及されるのを回避するためで、誤解から飛び降りたのは、親に嫌がらせをするためであったという。初犯の強姦事件では1985年に、懲役3年の実刑判決が確定し、翌1986年春から1989年春まで、奈良少年刑務所に服役し、1989年の出所後父親が、 たくまの私物を下取りに出しその金を本人に手渡しして父親から感動されている。1993年30歳の時非常勤の地方公務員になり市営バスの運転手やゴミ収集、小学校の用務員等を務めていたが、この間も市バスの運転を務めている最中に乗客の女性に香水の匂いがきつい子を理由に言いがか,かりをつけて、 トラブルを起こし懲戒処分を受けている。1999年4月に小学校教諭等が飲むちに精神は安定剤を混入させる行為をしたとして文言免職されたものの刑事処分は責任能力なしとして受けなかった。その後、再度職を転々とするが、その度に暴行事件等を起こしたため長続きしておらず、2000年末頃から最終的に 池田省の通り摩殺人事件で、逮捕された当時は無職であった。十数社の職歴のうちある、程度長続きした、一年以上のは、航空自衛隊と非常勤の地方公務員の二カ所、のみであり、それ以外はいずれもおよそ半年以内で辞職したり解雇、されたりしている。また、初犯の強姦事件を除きすべて精神障害を、理由十五犯にわたる前科や、 不礎処分を経験している。拓馬の先祖は旧札間藩の下級武士で、拓馬の家系では事件発生前まで代々誇りにしていた。拓馬家の男子にも代々受け継がれ、法律や警察関係の仕事を行う者が多かった。武士だった拓馬の祖,祖父は明治維新の直後にちょんまげを落として警察官に就任し、鹿児島県から奄美大島に渡った後、 大阪、河内へ移住した。拓馬の祖父は、拓馬の父親が17歳になった年の春に死去している。拓馬の父親は小学校で学歴を終え、拓馬結果の大黒柱として6人の家族を養ってきた。拓馬の父親は、拓馬の祖父と幼い頃から自宅の庭で木刀を打ち合っていたといい、自分は薩摩武士だとの強烈なプライドを、 生涯持ち続けていた。父親によれば、誰にも迷惑をかけないというのは、大きな私のテーマでありましたと語っている。また、拓馬家の男子は何代にも渡って厳しい修身、教育、道徳を受けてきたため、拓馬家の男子は、真の侍たれと教育された。わしも父親に厳しく、それを仕込まれたし、どんな出身地や身分にも関係なく、教育直後というものがあった。 これがあったから、日本人は、ちゃんとしとったんですよ、という。父親は極めて平凡な頑固親父で、人生の勝利者にはなり得なかったけれども、自分の人生にプライドを持っていた、という。タクマの父親は、家族全員に対して激しい暴力を振るっており、タクマ自身も父親から厳しく接せられていた。なお、父親自身も放任されて育っていた様子である。 タクマは暴力を振るう父親を憎悪し、寝ている間に包丁で視察してやろうと思ったことも、あると10回している。タクマが自衛隊を退職して飛行に走るようになると親子、関係はさらに悪化し、特っくみ合いをして、父親がタクマを何度も石で殴打する出来事もあった。事件後、父親は、タクのことを物事がうまくいかないとすべて人のせいにする人間と、表している。 タクマの母親は、家事、育児が苦手であり、家事のほとんどは、父親が担当し、一種のネグレクト状態であったと、指摘される。タクマを身ごもったとき、父親に、これはあかん、おろしたいと語ってた。また、母乳をあげることも嫌がっていた。さらに、タクマが中学を受験する際には、お前なんか生まれてこなければよかったとバリ雑言を浴びせられたと、事件後に、 宅館のマンションから押収されたノートに書かれていた。宅間は両親に対して喧嘩をした際に、ヤクザを使って、お前らの生活めちゃくちゃにしてやる、死ぬまで苦しめてやると語っていた。宅間には、実刑が一人いたが、破綻した実刑の存在に心を病み、企業の失敗と偽って、小刀で首を切って40代前半の時、自殺している。 タクマの母親も長期にわたって心を病み、長らく精神病院に暮らし、2016年末に亡くなっている。父親は事件後手段とまり入院しているが、獄中のタク間によると、宮崎つとの父のように自殺して、欲し方と語っている。2001年6月8日10時20分頃、大阪教育大学附属池田小学校に凶器を持ったタクマが侵入し、 次々と同行の児童を襲撃した。結果、児童8名、1年生1名、2年生7名が殺害され、児童13名、教諭2名が傷害を負った。拓馬は校長や別の教諭にその場で取り押さえられ、現行犯逮捕された。拓馬は最後の一人を差し終えた瞬間、狂気である出馬包丁を自ら落として、ああ、しんど、と呟いたという。その後、 タクマは殺人罪などで起訴された。逮捕当初、タクマは精神障害者を装った言動をとっていた。しかし、被疑者に対して起訴前と後半中に二度行われた精神科運転の結果で、二度とも情勢欠陥者で妄想性などのパーソナリティ障害はになれるが、統合失調症ではなく、責任能力を減免するような精神障害はないとされ、 責任能力を認める結果が出た。タクマは逮捕直後に薬を10回分飲んだ。しんどいと供述して医師の診察を受けたが、タクマが飲んだとされる薬は通院先の病院などを調べた結果、抗精神病薬、セロクエルと抗うつ薬、パキシル、睡眠剤、エバビールの3種類と判明した。仮にこれら全部をカンの供述通り10回分服用しても眠くなる。 だけで、奇怪な行動を起こしたりすることはないとされる。また、拓馬の自宅を調べると睡眠薬や、抗精神病薬など十数種類、約200錠の薬物を押収したが、これは拓馬が、複数の病院に通院しては、医師に眠れないなどと睡眠障害、不眠症を偽って、いゆる作病の一種薬を処方してもらい、飲まずに溜め込んでいたものだった。さらに、逮捕後に、 宅間の血液や尿を採取して仮鑑定した結果、精神安定剤の成分が検出されなかった。捜査員が、この事実を宅前突きつけると、すみません。薬は飲んでいません。作り話でしたと偽証していたことを認めた。下関事件の模倣犯になりたかった、命をもって償いますと、初公判でのみ反省、謝罪の弁を口にしていた。このことに対し、 大阪地方検察庁の検事が、週刊新庁のインタビューに対して、この判と謝罪の弁は本物だったとの証言をしている。後半後は、何も言えないよりは良かった。本当ならば4人の遺族を名指しで批判するつもりだった。刑事責任能力が、そこまで認められたなら、控えしても仕方ないと述べている。2003年8月28日、大阪地方裁判所は、 被告人の拓磨守に対して死刑判決を言い渡した。死刑判決を言い渡す場合には主文を最後に述べる慣例があるが、今回はそれを破って主文を先に言い渡した。また、すでに拓官は改定時に騒いだことで大抵命令を受け、高知所職員によって連れ出されており、死刑判決を読み上げる裁判長の声を自ら聞くことはなかった。また、 この判決後半では傍聴希望者が多かったことから、特別措置として法廷にテレビカメラを設置し、別室に設けたテレビモニターで傍聴できた。その他、拓馬は後半中にあくびや貧乏を揺すり、遺族や裁判長等を睨みつけたりする行為を行い、これに対し傍聴席からは、早く死ね、一人で死ね等の怒号が飛び交っていた。弁護人が控訴したが、 タクマは、主任弁護人に送った文書で、刑事訴訟法第475条第2項で規定された、死刑確定後の6ヶ月以内の死刑執行を訴えた。タクマは、死刑が6ヶ月以内に執行されないと、精神的苦痛を理由とする国家賠償請求訴訟、及び法務大臣、 野沢多造に対する特別公務員、暴行療薬致傷罪での刑事告訴を起こす準備をしていた。告訴した場合には、たとえ受理されなかったとしても手続きが滞って、死刑の執行が遅れる可能性があったが、告訴の依頼を受けた弁護士によれば、また担当弁護士に届いた2004年の年賀状には、けじめをつけるためにご協力お願いしますとしたためており、 タクマは一刻も早い処刑を望んでいた。この事件の判決確定後、タクマは死刑廃止運動家の女性と出会い、文通を経て、極中結婚をした。晩年はタクマ自身の性を女性の性に解明している。この他、愛知県出身の既婚女性から愛情の告白を受けており、その女性とも文通を行っていた。最初は、 愛情や支援に対して堅くなに心を閉ざしていた、タクマだったが、自分に対する理解者が現れるにつれて、少しずつ彼女に対して心を開いていった。死刑確定から約1年後の2004年9月14日8時16分、タクマは大阪拘置所で死刑が執行された。結果的には、タクの望んだ通りの早期執行となった。 執行当日の朝食は摂取することが許されなかったが、拓磨は執行直前に刑務官から受け取ったタバコとリンゴジュースをゆっくり味わってから、拘置所の奥へ消えていったという。40歳没。拓磨が最後に残し、妻が死刑執行後に刑務官から伝えられた言葉は、ありがとうと僕が言っていたと、妻に伝えてくださいとされている。 妻に対しては感謝の気持ちを表すまでには至ったものの事件によって犠牲になった被害者の児童やその遺族への謝罪は最後まで一切なかったとされる。なお、葬儀はマスコミが押しかけることと費用面など経済的事情もあり難航し、結局は信者ではなかった大阪市内のキリスト教関係の施設で行われたという。 この事件で死亡した2年生7名は2006年に同級生と共に特別に卒業証書を授与され小学校を卒業という形になった。さらに2007年にはこれと同様に死亡した1年生1名に卒業証書が授与された。また小学校を管理する文部科学省は被害者遺族らに総額4億円の医者料や賠償金を支給した。 文部省当時は1999年に京都市立日野小学校で発生した京都小学生殺害事件の後に安全管理に関する通知を出しているが、付属学校を設置管理する文部省及び大阪教育大学では各付属学校の安全措置の状況を把握していなかった。通知に関しては、 教官に対して一度口頭で伝えたに止まり、それ以外の格別の対応をとっておらず、事件当日も不審者に対して教官による十分な対応がされていなかったことが、被害児童の救助の遅れや犯人逮捕の遅れにつながった。犯人を取り押さえてから警察による犯人逮捕までの間、学校側による状況把握ができず、管理職や教務主任は混乱の中で事件の全容を、 つかめなかったほか、組織的な対処行動、児童に対する、組織的な避難誘導、救命活動、搬送処置などができなかったため、死亡した8名の児童は20分前後も放置されてしまった。混乱の中、教員が救急車に乗らず、児童に付き添わなかったため、保護者への児童の搬送先病院の連絡も遅れていた。実験直後、ある死亡児童の保護者は、 早い段階で来校したにもかかわらず、学校内で負傷していた児童に会うことも付き添うこともできなかった末、自力で探し回った病院で死亡した我が子と対面することとなった。さらに事件後において、学校からの説明や聴聞が遅れただけでなく、教員の心ない表現、発言及び行動が、遺族の心を大きく傷つけた。この事件をきっかけに、学校、 小学校など、幼稚園、保育者などの児童、生徒、幼児が頻繁に利用される教育関連施設にも、警察官立ち寄り所の看板、プレート、またはシールが貼り付けられた、学校にも部外者の学校施設内への立ち入りを厳しく規制したり、警備体制を強化するなどの方策を主張する声も、増えた。また、防犯ブザーを携帯する児童も増加したほか、保育士や、 学校の教職員が防犯や心肺蘇生を学ぶ機会となった。この事件は日本の学校がそれまでの地域に開かれた学校から安全対策重視の閉ざされた学校に方針転換するきっかけとなった。それまで小学校は地域のコミュニティに重要な役割を果たし、校庭は子どもたちの遊び場にもなっていた。この事件後、学校に監視カメラを設置したり、 部外者の立ち入りを原則禁止したりする傾向が強まった。小学校などの学校への警備員配置、集団登校時に保護者や地域のボランティアによる見守りも行われるようになった。また、この事件を境に、小学校においては児童の名札を廃止したり、あるいは校内のみの着用に限定したりする学校が増えるようになった。心身喪失と認められ、 無罪あるいは不起訴処分となった者に対する処遇のあり方について議論された。それまでは精神障害者に対して司法機関が関与して処遇が行われることは一部の団体が保安処分に対して極めて抵抗感が強かったが、この事件以降に心身喪失等の状態で重大な互い行為を行った者の,の医療及び観察等に関する法律が制定された。 保護観察所に社会復帰調整官、精神保健福祉士が置かれ、社会復帰調整官が中心となって、医療観察が実施されることとなった。もっとも、この措置は、保安処分であるとの指摘もある。児童や教職員、保護者の中には、心的外傷後ストレス障害に未だかかっている人も、いる。また、あの時ああすればこの事件が起きなかったのに、 または被害を抑えられたというのに言うサバイバーズギルと、いわゆる、見殺しにしたという自覚とも取れる、自責の念に駆られている教員もいる、一審の最終弁論で、現行犯逮捕に携わった教員の証言。精神障害者のうち、統合失調症や、気分障害などのものの家族らで運営する、精神障害者家族会のかつてあった全国連合組織。 財団法人全国精神、障害者家族会連合会、全家連が、精神会を通して、事件後の精神障害者に対する報道被害の、様子の変化を調査している。深刻な事例として、精神会から上がった行為としてはとなった。全国精神障害者家族会連合会、全家連は、報道機関に対し、大京大池田小児童殺傷事件の報道について、 2001年6月8日付けと小学校児童殺傷事件報道について2001年6月18日付をフしていると安易な病歴報道の問題点を指摘しと要望していると報道によって受けた報道被害を訴えの3点を要望している2013年に本県の鑑定人の一人精神科医の岡江明は拓磨の名を冠した を表した。その本の内容は下記によりなる。資料として各種検査、判決用紙が追加されている。鑑定人は HT と岡江明で、他に鑑定助手として医師二人、臨床心理師一人が協力した。鑑定主文を要約すると、くまはいずれにも分類できない、得意な心理的発達障害があり、この延長線上に青年期以降の人格がある。 本件犯行時、本人は、情勢欠如者であり、詮索癖、脅迫思考を基盤とした妄想反応である、嫉妬妄想があった。本件犯行そのものに踏み切らせた決定的なものは、情勢欠如であり、著しい自己中心性、攻撃性、衝動性である。本件犯行が極めて重大な犯罪であるという、認識は、犯行直前、直後、現在もある。 その他、アメリカ合衆国では、銃の乱射による同様の事件がしばしば起こっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。